さて、3月12日の今日は財布の日です。さ、い、ふの語呂合わせに由来しています。欧米では17世紀に紙幣が登場するのと時を合わせて財布が登場したといいます。それ以前は紐付きの小さな袋に硬貨を入れていたそうです。日本では江戸時代に半紙が使われるようになって広まり、懐に入れて携帯するための小ぶりで2つ折りの和紙、懐紙入れの技術を応用して作られました。欧米と同じように紙幣が流通する以前の硬貨が使われていた時代の庶民は巾着と呼ばれる袋物を使っていました。入れ口には紐が通してあり、紐で口を縛って携帯します。財布の紐が固い、つまり無駄な金は使わないという意味のことわざが今でも使われていますが、ここから来ているんですね。今日は日本人の財布でもあった巾着にまつわるお話をご紹介します。コガネムシは金持ちだ、金蔵立てた、蔵立てた、飴屋で水飴買ってきた。これは野口雨情作詞、中山新平作曲、コガネムシの歌です。江戸時代の食器という意味のゴキ、かぶりが詰まってこの名になったと言われるようなゴキブリは、昔食べ物のある裕福な家にしかいませんでした。だからゴキブリはコガネムシなのです。野口雨情が歌に書いていたコガネムシは茶羽ゴキブリのことだろうと言われています。そのため雨情の出身地であるここ茨城県では、茶羽ゴキブリが家にたくさん住み着くとその家は裕福になるという伝説があったそうなのです。そんなゴキブリが今では嫌われ者の代名詞のようになっているのはなぜなのでしょうか。実はゴキブリを一気に悪役にしたのは1961年、小児麻痺が流行した地域のゴキブリ3種からポリオウイルスが見つかり、衛生害虫として駆除の対象となった騒ぎがきっかけだそうです。さて、お財布はずっと使っていると運気が下がるので新調するといいと言います。また春にお財布を変えると中身が春財布になり、秋に変えると秋財布になるそうです。大切な人に心をほっこりさせるだけでなく、お財布の中身も温かくなるよう、ホワイトデーにはお財布をお返しするのはいかがでしょうか。以上、今日は何の日のコーナーでした。